美いしそう。み、皆さんみ、皆さんちょっと待って。あ、あ、あ、いきなり発生したから。待って待って。あ、です、です、です。よし、オッケーです。み、皆さん歩いてますか光かりりりやです。今日も元気に。 VTuber 活動。チャネルあ、大丈夫かな大丈夫はい。え、大丈夫かなしんさん、芝居小屋さん、リーローさん、かずやさん、ボンボンさん、高ちさん、こんばんは、です。ん、えっと、待って、コメントビュアがアップデートしてくださいってなっちゃった。 コンリリアです。あ、しまった。リリア、ここ、ここに立つのまずい。これ、グーグルのライセンスが見えてないから、リリア、ここにいないといけないんださ。ジェイシスさん、マ、ま、コちゃんさん。コンリリアです。ん、えっとね。ちょっと待って。キョウさん。イエケーラーメンさん、リーローさん。メコンさん、カントナさん。 アリアマルさん、大器楽天さん、シンさん、かまぼこさん。全然歩いてません。歩こうワルゾーさんイエーイ見て,見てる見てる見てるよっちゃひでさんちゃんたら、ちゃんてらさん姫野さんうん。もちろんやるよディーローさんサンビ大好きさん星影さん元気ですかみなさん元気ですかん。ちーたですじゃなくて、光デりアです 小さんもね。うーん。そう、やってた企画を真似しました。吉シさんもコンリリアです。ということでね、今日はね、まあちょっと、まずブライトンっていう場所が、どこにあるのかを、皆さんに、改めて、認知してもらおうと思います。待てよ。やっぱリリアこっちの方がいいな。グーグルの、なんやかんやは、この辺に出てますね。 Google のクレジット。ふんふんふん。元気があれば何でもできる運動はマジ大事。最近リレやね、運動って人生で一番大事なんじゃないかと思えてきました。ふんふんふん。えっとね、こんな感じ。ここにさ、ロンドンがあってですね、ロンドンここにあるじゃん。 ロ、ロンドン行くよ。ちょっともうちょい、画面調整しようかな。よし、これだ。サムライマンさん、こんばんは。今日はね、えっと、Google Earth を使って、ロンドンの、じゃ、ブライトンから南ロンドンまでを担保していこうと思います。うん。そうそうそう。そして、ここがブライトン。 最近、三マさん、マッカアリスターさん、カイセロさんなどの活躍により有名になりました。ブライトンホープ・アルビオンズです。ね、海に近いですね。もうちょっと拡大しますとですね。そう。えっと、イギリス海峡を挟んで、フランスがね、目の前にありますね。フランスとの ま、ちょっと境にあるとこなのかなここフランスです。うん,うん、うん。ちょっとリゾートっぽい。砂利リノベーチラシ、YSO さん、カズヤさん、コウヘイさん、コンリラ名前が戻ってる。よかった。明日のね、リシャルリゾンさん、明日のリバプール戦はね、ブライトンだからアベマであります。リリアは、リバプールを応援しつつ、ミトマさんも応援っていう感じになります。サンタナさんもコンリラうん。 海の幸もちょっとまあ今日はね、1時間ちょっとぐらいやっていこうと思います。始まってる芝居小屋さんも、こんにちは。サウサンプトンが隣にありますね。ということで、まずはブライトンのホームスタジアムのファルマースタジアム。あ、競馬場がある。ちょっと気になるな。どれどれどれ。なるほど。 なるほどね。ん競馬場。待って、これどこか。どう、んイギリスの芝はんーと、エンドオブレースコース。こう、どういうコースなんだろうこう、こういう風に周回するタイプの、ちょっと変わったコース体系の、 競馬場に見えますね。珍しい形のしてますね。オーバルコースじゃないんだね、ここね。はい、ちょっと。ブライトまあちょっと正直田舎ですね。じゃあ行ってみましょう。ファルマースタジアム。ここが、三苫選手も普段プレイしてるファルマースタジアムです。ちょっと誰が読みそばしてないかな。トリンガポールさんもこんにちは。サイレンスエースさんもこんにちは。坂本達美さんもこんにちは。青田さんもこんにちは。 あ、ディーローさん、メンバーシップ、ありがとう。ジョジと優しい世界を作るプラン、加入、ありがとうございます。カチリンさんも、こんにちは。えぐえぐらい羊がいる。あのさ、ポケモンソードシールドって、イギリスが舞台だったんだけど、ポケモンソードシールドの最初の頃の街って、このね、ブライトンあたりがモデルなのかもしれません。めっちゃ田舎だったからね。 最初の頃の街。みなお。うんっと、うんっと。はい。奥チャンネルさんもこんにちは。あっちちゃんもこんにちは。中尾さんもこんにちはです。こんにちはです。はい。で、このようになっています。じゃあ早速、まずはマ、まあ、スタジアムの周辺から回ってみましょうか。 うん。まあ、スタジアムの周辺ね。みんなね。そうなんだ。桃山です。ほんと、モノさんもこんにちは。スタジアムの周辺ね。みんな見てね。あの、田舎だって言わないでくださいよ。あ、言ってる。もうすでに言ってる。ま、でもこのね、のどかな、田園風景って言うんですかいやー。まあ、なんかあの、やっぱりね、ロンドンとはまた違って、 本当になんかのどかな風景が広がってますね。うん。カモメが多いのかなブライトンは通称、シーガルスという名前です。はあ、これがスタジアムか。やっぱロンドンのクラブとは全然違うね。雰囲気がね。おしゃれだ。都会だ。いやいや、嘘です。田舎です、それは嘘でしょう。 今日は、こっから南ロンドンの方に行ってみようかと思いますが。うん。そう。むしろ、おとなしくて、暮らしやすそう。うん、そう。これの日本バージョンもね、やっていきたいかな。うーん。これが、ブライトンのファルマースタージャンプです。カジノもあるの イギリスは、日本と同じ、そう、イギリスはね、左車線なんだ。そこは日本と同じです。ほんとね、ジェームズ・メイとかも、左車線で運転してたよ。ここはね、田舎です、田舎です。はい。それは、ほんと、あれ なんかさっきと違うような、これは2016年の写真。ちょっと古い写真だね。バスはあるのかなあるのかなで、これが2021年の写真。なんかね、エンブレムが追加されてますね。あ、見えてない。え、エンブレムが追加されてる。そう。 あ、山本山田さん、めっちゃいい企画やってるね。もうこのたまに、やってるんですが、久しぶりに復活しました、今回。待って、リリ,リアの立ち位置が、ここだと Google の文字が見えないんだよな。こう、こうしよう。ここなら Google の文字も見れる。いいよ、そう。あ、違う違う違う。ちゃう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 。ちゃうちゃう ほんと、こんな感じ。青空さんも、こんにりゃ、たけしさんも、こんにりゃ。よし、この形でいいでしょう。サボテンさんも、こんばんは。三玉のお家教えてください。そ、そんな、ゾルディック系じゃないんだから。眠くないよ。大丈夫だよ。ヤジェンさんも、こんにりゃ。こんにりゃ。ブルーロックあれは、あの、別の枠の、誤りです。 ここが入り口っぽいね。ここ駐車場かなビレッジウェイというらしい。うん。これ楽しいよね。見てこのね、周辺を見てください。周辺を見ると、なんかね、自然保護区とか、まあ、これはおそらく畑だと思うんだけど、鳥店さんも、こんばんは。畑とか、 うーん。これ畑かなこの辺、この辺。今の茂みに <laughs>、三笘選手いたらびっくりする。なほ、シャロさんも、宇宙人さんも、こんにちは。電車。電車はね、あ、ある。ここに、バス停かなこれ。公共機関、バス停があるっぽいよ。あ、これバス停だ。ええ これなんか日本の硬い中でも見たことあるけど。型じゃなくて。これバス停マジでマジでマジで行ってるニャホニャホ。これ、ま、マジでバス停ですか型じゃない。ガチ田中だった。うん。え、駅があった。いや、ほんとね。 のどかな、し、自然に包まれた。まあ、これがバス停か。っていうかこれさ、人さ、二人ぐらいしか入れなくないこれ。うん。一応屋根はついてますけど、椅子すらなくないうん、うんう、んうん。あ、バス停だった。いやー。 カントリーロードだね。なんか自転車で、やってる人がいる。あとピックアップトラックがいる。トマこの三笘。三マだったらびっくりする。これ2021年の写真です。うん田舎だ。い、田舎だ。もう、言い逃れができないぐらい田舎だ。じゃ、スタジアム。これなんだろう。これ何この畑みたいなの。 畑じゃなくて畑。これなんだろうよくわかんないな。畑なのかなこのスタージャンブは、んっと待って。ファルマースタージャンブで調べます。ファルマーの最終ペーリーファルマースタージャンブは、3万人ぐらいかなイメージでは。 ファルマースタージャンム。えっと、3750人だね。やっぱそのぐらいか。うんうんうん。ふん、ぼ、牧草地か。そうか、羊とかを育ててるんだ。あ、この辺はね、みんな牧草地帯 <laughs> うーん、広いね。一日は、山がちょっと少なくて平坦な地形なので。 割となんか土地を有効活用ができてますね。いいな、いいな。では、スタジアムの中にお邪魔してみましょう。まあ、小さなスタジアムだと思うんですけど。お。は。これは、スタジアムの中にカフェがある。うん。か、カフェがある。山がない。 日本は山が、国土の四分の三が山だからね。電車で走ってたらどこも羊いる。そんなに。カンファレンスイベントと書いてある。なんか集まりとイベントやりますって感じ説明会とイベントか。うん。お、おしゃれなカフェだ。でもなんか、え、こっから試合見れんのよくないこれ。 え、こっからテレワークさん、こんばんはえ、こっからさ視野見れちゃうんだよ、これ。すごくないこれ。え、こんななんかあの、おしゃれな。お食事しながら、シャ見れちゃう。めっちゃよくないこれ。うえブライトンの、あ、違いの中央部も、ちょっと見てみようと思います。なんか観光スポットがあるらしい。おしゃれすぎ。 いや、これ、いいですね。あ、ここでなんかね、ご飯食べながら、試合とか見てたらね、めっちゃ楽しそう。ええー。こういうスタジアムちょっと初めて見た。ね。ここで <laughs>、ちょっと酔って暴れてる人とかもいそう。いや、いるか、いるか、出禁になりそうだけど。まあ、ちょっとね、ここの空間はちょっとお高いかもね。 ね。いやー、これはちょっと、スタジアムのチケットとカフェ代金で取られる感じかなチケット代なしで見られるってことはさすがにないと思います。ブライトンピアっていうとこが一番の名称なのんこの地下に行けるっぽい。はここからね、ピッチに行けるのね。 どれどれ、どれぐらい行けるかなここは、ここから、まあ、ちょっと座席に移動できるっぽい。うん。いやー、ちょっと田舎だと思ってたけど、都会のスタジアムではないおしゃれさがある。あ、ここね、さっきの階よりもね、一つ、上のね、上の階にも、 なんかカフェがあるんですね。こっちからは、試合見れないのかな駐車場だ。駐車場はどうでもええねん。あ、こっちからもやっぱり見られるんだ。え、ここが、いや待って、2階。いや、同じだったわ。同じ階だった。こっちが2階ですね。ね。こっちが、 二階、二階、これ二階表記になってますけど、向こうで言う二階っていうのは日本で言う三階だね。イギリスではね、地上階のことはゼロ階って数えるからね。え、ヘロースタバですかスタバっぽい。ドルトムント様、こんにちは。どんな料理食べるんだろう。うここで、フィッシュチップスが出てきます。うなぎパイとかが出てきます。 駅にカモメもいる。どれどれ。うなぎパイ。うなぎのゼリー、うん。こっからは見れないっぽいね。日本プロ野球の球場にも、あ、プ、野球ってそうなんだ。えぇ、ー、年たくさんもこんにちは。サッカーのスタジアムでは珍しい。ここが3階。あ、3階からも見られますね。うんっと。 おっしゃれ。あれ、これさ、カラオケじゃないこれ。カラオケしながら、カラオケっぽい雰囲気はあるけど、カラオケしながらとかもできちゃうのかな普通に試合の映像が流れるだけかなこれ、リリアちゃんのお家じゃないよ。ブライトンのホームスタジアムだよ。こっからも、試合楽しめちゃうね。 おっしゃれ。なるほどね。さあ今日は1時間ぐらいなんで、どんどん行こう。俺の部屋にそっくり、マジでちょっと待って。じゃあ今度はスタンド席とかを探してみよう。ふんふんふん。い、一番目誰が歌います こんな自宅に住んでたら、ね。うん、憧れちゃうけど、憧れちゃうけど、なかなかちょっとスタジアムの中に入れないな。オシャレなのはもう分かった。オシャレなのは、お、ここもオシャレ。え、なにこれなにこれ。これ完全に VIP 席じゃん。え、見て見て、これさ、なんか、1、2、 3,4,5,6,7,8,9, 10人ぐらいの部屋で、ん、メックスマストここは、ファーストクラスみたいな席ですね、多分。で、この、おしゃれな食事を楽しみながら、試合を見れるよ、みたいな。うーん。ね、さっきのカフェよりもさらに、 ちょっとプライベート空間になっています。お高そう。す、すごい。なんだこのポスター。この選手は誰だろう。うーん。ほ、え、ん、っと。あ、こんなとこに弾ける。さっきのとこと繋がった。なるほどね。 スイートルーム予約してないけど、ブライトンに、観戦に行かれる方はぜひ、検討してみてもいいんじゃないでしょうか。あ、こういう、スイートルームみたいなのがいくつかあるんですね。うん、そう。な、なんというおしゃれね。これがイギリスか。 で、こっちはどっちかっていうとみんなで集まって食べましょう的なとこですね。うーん。こういうスタジアム初めて見たな。いや、田舎だと思ってたけど、めっちゃええじゃん、ここ。めっちゃええな。お、ここは何だろう あ、トレーニング施設だね。スタジアムの周りにあるあるだね。うーん。いろんな器具が揃ってますね。ランニングマシン。あと、ウェウェイトアップ。なんだあの、重量上げのやつ。うん、ね、おしゃれー。おしゃれー。これが、 世界最高のプレミアリーグだ、最高峰の。J リーグの中にカフェ、スタジアムの中にカフェって作ってるさ、J リーグのスタジアムって見たことあるこれでもちっちゃい方なんだよね。みんなさ、J リーグで、なんか、スタジアムの中にカフェあるとこ見たことありますかしかしこの、 スタンド席とかの写真がないね。こんなにあるのに。ファンクラブオフ会。スタジアムの中のやつが見たいのですが。うん。なかなかない。なかなか。 ない。スタンド設置とかはないのかなうーん。まあ、でもこっからでも十分見れますね。いや、すごい。っと、ホールアルビオンって書いてある。あ、おしゃれな。人物空間を満喫してたら、すっかり30分経ってしまいました。 なかなかない。ニューリリアスタジアムですかゆうきさんもこんにちは。いいと思います。長崎はこんな感じになりそう。それでは、ブライトンの他の名所にも行ってみましょう。切り替えてこう。なんかね、ブライトンの海辺が名所らしい。海辺、ラウンドヒルっていうとこかな。 ほんと。この辺かなブライトン。今日は南ロンドンまで回れるかしらうんうんうん。斬新な企画だね。た、たまにやってる。月一ぐらいでやってたんだけど、ワールドカップ期間中やってなかったんで、すっかり復活しました。な、なんだろう、ここは。 思ってたよりおしゃれじゃない。思ってたよりも、おしゃれではないかもしれません。えっと、あ、なんだなんだなんだ、ちょっと待って、なんかあった。ビ、ビーチだ。ショッピングモール、これ。イギリスね、やっぱいつ、いつかね、行ってみたいんですよね。 なほー。ショッピングモールの裏だった。うーん。いや。あ、イギリスなのに。これは、あ、ジャガーだ。イギリス社だ。プジョーじゃな、プジョーかと思った。いや、プジョーかもしれない。え、これどっちプジョージャガーイ、イギリス人が。 プジョーに乗ってる。はずはないと思うから、ジャガーかな。んっと。そうそう、イギリスはね、曇ってたり、急に雨が降ったりします。あ、プジョーだった。ええー、フランスが近いからね、ここのブライトンは、フランスが、海を挟んですぐ間近だから。 フランスからの輸入車が手に入りやすいのかもしれません。<laughs> えっと。フランスと近いからね。フランス車乗ってる人もいるんだね。日本車は乗ってる人いないかなあ、松田だ。マ、ま、ずだ。 ほんと。珍しい。トヨタや日産じゃなくて、マツダうん。ハウディとか。日本車乗ってる人いませんかプジョールと浅野のマッチアップみたいね。なるほど。あ、マクドナルドだ。でもこの辺名所じゃないね。こ、こんなところにマクドナルドが。 ロイヤルパビリオンっていうのを見てみますか、じゃあ。ホワイトホークフットボールクラブそんなフットボールクラブも、あ、こんななんか小さなクラブがある。ちっちゃいね。アマチュアとかかなプレグジットしちゃった。にゃー。え、ちょっと待って、な、なんていうお店ですか な、なんて、お店ですかちょっと待って。んっと、えっと。ピーチ。んっと、えっと。あ、レシッさんもこに出会ってちょっと、だいぶ、遅れてしまった。逆立チヘクトパスカルさんもコニリア。い、ゆうちさんもコニリア。 つい夢中になってしまった。ヤンハービス・ソラーテさんも、こんにちはほんにはこんにちはブライトン、リゾート地だね。ミスター TH さんも、こんにちはえっと、えっと。ど、どこだリゾートっぽいところ。この辺でしょ雰囲気リゾートっぽい。おーお ちょっとモナコに似てるかも。一番うまい店はマクドナルドだよ。それは、それはね、ジャンクフードに心を支配されてるよ。うんうんうん。星健さも、本人みんな来てくれてありがとう。今日はね、このね、Google Earth を使って、まあ、Google Earth って、 YouTube で、Google が使ってるコン、作ってるコンテンツだから YouTube でね、見れるんですよ。この辺かなブライトンパレスピアってとこ。あ、おっしゃれーおっしゃれーおっしゃれ。いや、リリアは、昔はマクドナルド大好きだったんだけど、もう、そっちに押しましたね。残念ながら。うん。 この人なんか、分身してるね。お、おしゃれ。おしゃれ。あ、急に海に投げされてしまった危ないこれ、ど、どういう感じのとこなんだろうなんかここだけ、え海にちょっと、出てる出っ張り なんだろう。どういう場所なのかよく分かってない。なそう。あの、小学4年生ぐらいまではマクドナルド食べてたかな。うん。最近はね、ちょっと健康を考えてマクドナルドはあんまり食べなくなってしまいました。 ほとんど食べてない。えっと、ちょっとね、健康がね、気になってきたから。でも最近完食しちゃうんだよね。お菓子はちょっと食べちゃう。な、なにこれなにこの、ちっちゃい車。うん、これが、ブライトンのリゾート地か。おしゃれだね。なぁ。 そう、離乳食がマックだったんですよ。離乳食は、4年生か4年いず、4年前以上かな。4年生だったのは、いつだったかな。うん。ほ、うんと。あ、なんかね、た、多分ジョジもいますね。これがブライトンの観光地か。 ここさ、ポケモン、ソードシールドでも再現されてましたかここにも、え、え、な、なんかあったよいしょうん、そうん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 。えっと、い、い、今なんか変なこと言いましたえ、な、なんか変なこと言いました ブライトンペアーっていう観光地らしい。んで、うんそうね、雰囲気としては、日本で言ったらどこなんでしょうね伊豆伊豆か。えー、っと、そんな感じかな。 なんかこう、海に突き出してるお城みたいなとこがある。ブライトンピア。江ノ島。ほう。リーゼンシーって店とか、そういうのもあるんだ。リーゼンシー。ほうほうほう,ほうほうほう。ふんふんふん。んえっと。えっと。 いや、最近のイングランド代表もいい選手いっぱいいるよ。ラッシュフォードも、ボーデンも、サカも、ね。いっぱいいるよ、グリーリッシュも。イングランド優勝しててもおかしくない力はあった。残念ながらベスト8だった。三笘さんもここに来たりしてんのかなこっそり。 なんか、リフレッシュに良さそう。ね。バイキングはここから上陸してきた。ええー。この、海に対して出っ張りになってんだよね、ここね。どういう意図なんだろう。あれちょっと待って。東京スカイツリーがありませんかあれ。スカイツリーかな。スカイツリーっぽい。 最近、よ、よいしょ言いませんね。うえ。いいよいよよ。よよよよよ。よいよいよい。<laughs> 海ちたりしちって <laughs>、えー。えあ、馬がいるよ。お水飲みます。ふ、ん、ん。三が言った花や。ふん、ふん、ふん。おしゃれ。 な、なんかカメラも汚れてないここ。うーん。ん、えっと。東京ホールド夕方さんもこんにちは。山下後編の周辺。遊園地のレトロ感が、ね、おっしゃりですね。よいしそう。プロブレムリザルトさんもこんにりゃこんにりゃ うん。青と白がおしゃれ。ブライトンカラーだね。この辺ね。なお、ブライトもやっぱ青と白は海の色にしてたんじゃないソダシじゃない。ソダシ。ソダシ。今度何に出んのかなソダシ。 えっと、な、なんだこれ。これ何これ。水槽女子向け。あ、ここら辺は遊園地だね。これ乗れる。楽しそう。あ、そう、ストーキング配信じゃありません。これもなんか、あ、ジェットコースターあるじゃん。ジェットコースター超苦手なんだよ。トランポリンかな トコースターね。あ、なんだこれ。これ面白そう。ボ、ボート的なやつなにこれ面白そう。下、海だよね、これ。な、なんか靴みたいな。いや、海じゃないのかな。靴みたいなものに乗って、メリーゴーランド的な、じゃない、やつかな こんな狭いとこでゴーカートやんのいやー、ジェットコースター、こんなとこにジェットコースターが。っていうか、下がさ、木の板だと思うんだけどさ、安全性大丈夫えー、ジェットコースター、身長、足りるんじゃないかな120センチあればいけるでしょ。 ふんふんふん。ターボコースターだって。な、なんだこのお姉さんの。え、このお姉さんの。い、一体これは。あまり触れないどこなは。三玉さんも乗ってるかな、これ。うん。逆にこ、ま、 小回りで怖いな。ね。ジェットコースター。これちょっと怖くないですか狭くて逆に怖い。へえー。あ、体重制限。体重制限。ね。ふ、服よか。あ、このお姉さんよりも身長がないと乗れません的な感じかな。 多分。なるほど。なるほどね。あ、書いてある。ここに見づらいと思うんですけど、なんとか must be at least, えっと、1.3 meters tall って書いてあるかな最初の単語が読めないんだけど、えっと、 なんとか must be at least 1.3 meters tall つまり最低でも1.3メートルないと乗れませんよって書いてあるっぽいでこの人よりも高くないとダメってことかな1.3ギリ,リアは1.3はっ30センチ 1. 三九メートルだから、乗れる乗れる。乗れます。あ、ライダースか。あ、そうかも。ん、そう。乗れる乗れる。リリアア139だよ。そう。まあ、120センチ以上で、なんか、乗れんのかなっていう話をしただけ。 乗れ,ます乗れます。乗れます。乗れます。んじゃ、ここから南ロンドンまで。ダッシュで行きますか。あ、なんか、ゴーカート乗ってるおじさんがいる。んっと、ワイルドリバー。ワイルドリバー、193じゃないよ。リリアが139。んっと、 ここが終点かないや、なんか楽しそうだったね。遊園地だったんだよ、要するに。えー海の上に立ってる遊園地。てかさ、これさ、津波が来たらさ、まあ向こうはあんまり地震の心配とかないのかもですけど、これちょっと日本だったら考えられない設計ですよね。 津波来たら、やばない。うん。ね、江の島の感じある、新一さん、こんにりゃ、こんにりゃー。ある程度高さがあるのかなんっと。それでは、南、ロンドンの、今日のもう一つの、今日の旅の、終着点の、 なんだクリスタルパレス。あ、ちょっと待って。こっちにも似たようなとこがある。ウエストピア。え、ライバル店があった。おー、ビーチだ。え、なにこれ家がひっくり返ってんだけど。こういうお家なのかなあ、この先で無さん。ワコツ、チェルシーちょっとやばいね。今度リバプルでもやりますね。 なんか昨日、ジョアン・フェリックスが一発ッドになったらしいですね。遺跡して早々に。なぁ。なんじゃこれ。い、家が逆さになってる。こういうアートなのかなうん、よかった。住んでる家がひっくり返っちゃった人はいないのかなえ、ちょっとヌーディストビーチとか勘弁してくださいよ。 な、なんか下に、下がさ、砂浜じゃない気がする。これ砂じゃないよね。なんだろう。なんだろう、これ。石が敷き詰められてる。あ、チャゃちゃッちゃさんスーパーチャット、ありがとうございます。ありがとう。チャチャちゃッちさゃちゃん、ありがとう。チャちゃちゃサすチャちゃちゃサン。ちゃちゃちチゃャすチャチャありがとうございます。 スーパーチャット。い、イギリス行きたいね。じ、自信じゃないと思います。レベル恋しい。あ、でも、ま、水着の人は当たり前か。当たり前だ。当たり前。海辺に水着の人がいるのは当たり前って。あ。 これ今作ってる最中なんだ。建設中だ。ふ、うん。え、k b ビーもあるから注意。ちょっと気になる。にゃーん。アーロンにビカジメ料を払わないといけないから制裁食らったんだよ。それワンピースの10巻ぐらいの話ね。あの、アーロンが、えっと、お金払わない。人間たちの家を全部逆さにしちゃったやつね。 えぇ、ー、建設中だ。女王が砂で汚れないように小石を敷詰めた。えーそうなんだ。え、なんでだろうのリズムだった今の。それでは、ロンドンに向けて出発です。ところどころ道中を見ていきましょう。こっから、ロンドンに行ってみましょう。 うんっと、うんっと、ロンドンは、あ、どこだ、あ、どこだ。ロンドン、ここだね。目的地まで。目的地の、目的地のスタジアムはどうだろう。え、えぇ、ーリリ、レジスタさんもこんばんは。ひっくりく、ここはリリアの家じゃないよ。なさ。 あーでも、アーロンのテーマパーク、ここを参考にしたかも、アーロンパークね。正直、ワンピースで一番好きだったの、アーロンパーク編かもしれない。うさ、シャーハはハハーって。うん、もう、アーロンもね、やっぱり強くて、悪くて、いい感じの悪役だったからね。 強い、悪い。にゃ、カリスマがある。とっとっとっと。えっと。ちょっとね、このね、この辺を、どの道を通ればいいんだろう。ここだ。この黄色い線だ。おう、田舎が続きますね。 まず出発が、ブライトン。この辺ですね。あ、ここにもなんかスタジアムがあるね。アーロンソン。そういう選手もいたね。えっと、アーロンソンは入管するだっけあれこれは野球場かなクリケット場かなはあ、なんかちゃんと、敷き詰められた都市だ。ヒーロースター、アーロンズ。 アーロンズはどこだったっけほ、うんと、電車もちゃんとあるはずです。電車。電車で、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 ゴー、ゴー、ゴー、ゴーって、電車でゴー。電車で GO 電車どこだろうポケモンのアーロン、そんなやついたっけ ちょっと競馬場に寄り道していいですかんと、この辺かなああ、これ競馬場かなうん。い、いまいち競馬場どうなってんのかよくわかんないんだよね、ここね。な、競馬場っぽくないな。 ロンドンの競馬場とはまた違うかも。ちょ、ちょっとよくわかんないので、本筋に戻ります。ここだね。これ、いや、この辺はね、ずーっと農場だね。農場しかない。賭博女子じゃないよ。なぁ。ニューカッスルは裸体、サポが多い。ということ うんと。えっと、えっと。まあ、競馬はスポーツとして好きです。スポーツが好きなんだよ。リディアはほんとだ。うん。うんと、えっと。ほいほいほい。あ、なんかここにも競技場があるよ。チラ見しよう。んん タッチじゃん。なんだろうと思ったらタッチだった。ほう。この辺はなんか田舎にありそうな雰囲気だね。上からではなく画像、あるある。上からじゃない画像。まあ、このね、街中の画像もあります。いやカントリーロードですね。あ、これ逆だ。こっちだ。 さあ、ロンドンに向けて出発だ。これ、この調子だと、3時間くらいかかりそう。ブライトンロードって言うんだね、ここね。ブライトンロード、あゆうさん初見です。タイトルに見事つられてきました。あ、タイトルに。ありがとうございます。優しい、楽しい、可愛いサッカー実況、光りりアです。え、ちょっと待って、あれ。何あれ サッカーボールがあんなところにある。さすがイギリスだ。あれあった。えー、こんなところにサッカーボールがあるんだね。ふえー。なんだろう、う特に脈絡もなく置かれてますね。近くにスタジアムがあるというのは、 ないのかなふんふんふん。な、何んだろうここは、どういうとこなんだろうあ、分かった。この、グローリーターンフットボールクラブっていうのの、ここだ。このなんか、よくわかんないんだけど、プレミアリーグとかではないんだけど、ここの、 スタジアムの目印なんだ。ここのスタジアムの目じ、目印なんだね。南部のチームかわかんないんですけど。なるほどね。やっぱりイングランドそこかしこにサッカークラブやスタジアムがありますね。なあ、こんなとこにもあったんだね。 ちょっと調べてみましょうクローリータウンフットボールクラブクローリータウンフットボールクラブ初めて聞いたクローリータウン FC これかなえっと EFL リーグ2部に所属ということは 四部だ。四部のクラブらしいです。うん、そうそう。一部がプレミアリーグ、二部がチャンピオンシップ、で、三部が EFL リーグ一部、で、四部が EFL リーグの二部だから、四部ですね。あ、今四部らしいよ。ふんふんふん。なるほど。 こんなとこにもあったんですね。おへー。いや、思わぬ勉強になりました。クローリー・アベニュー。あ、キャリアモードやってると、そのあたりよくやる。最初、イングランドの5部ぐらいからスタートするのかな ?EFL、一部 ウィキペディアには二部って書いてあった。日本で言うと JFL ぐらいかなうん。今シーズンは苦戦してんだね。頑張れ。さあ、ここを北上していきましょう。よいよいよい。よいよいよい。ちなみに。 今回はロンドンを目指しているのは、ブライトンの最大のライバルがクリスタルパレスだかららしい。ね。確かに日本のスタジアムあそこまで豪華じゃない。あ、ここね、地名がね、サウスゲートっていうらしい。この辺、地名がサウスゲートと言うそうです。この辺だったかなサウスゲート。 監督じゃん。やばい、迷ってきたから、ちょっと飛ばしましょう。サウスゲートさんも、あれ結局続投するんでしたっけサウスゲートさん、続投するんだっけかなアントラーズレーン、アントランズか。 アントランズ、醤油さん、はじめまして。そう、ブライトンの、本当ブライトンから南ロンドンに関して、かけて散歩しています。坂を左ウィングバックに使ってる。それやめたじゃん。4231にしたじゃん。サウスゲート監督。今回はブライトンから南ロンドンのクリスタルパレスまでを散歩しています。 ちょっと道に迷っちゃったね。一旦、拡大して確認だ。あ、ロンドンの空港がある。ええー、ちょっと空港に寄り道します。ガトウィック空港。ええー。空港はセキュリティがね、厳しいからね。あんまり中までは入れないと思うんだけど。ふんふんふん。 これがプレミアイン空港。これは2020年のホーリー。ホーリーホックかなこの辺まで入れそう。なんかちっちゃい空港ですね。ホーリーロード。 ホーリーロードってなかったいな、稲妻11にホーリーロードってなかったクローリーホックじゃない。<laughs> そう。カーゴロード。やるほどね。ふんふんふん。ちょっと水飲みます。 空港が思ったよりも地味だったので、次に行ってみましょう。上から見た方がいいかも空港は。あ、飛行機がいっぱいありますね。飛行機だ。何個もある。ね、ここはね、あんまり有名な空港じゃないから、ちょっと地味かも。ここから登場するんだね。 こっからもかな。飛行地クリスタルパレスなら M23 って道路を探す。M23 を探せわかったブルーフリーさんもコンリりア、コンリりアどれどれどれあ、これだ !M の23。これを、ひたすら、北へ、行けば。 あ、道が広くなってきた。ちょっと都会が近づいてきた。レーダーさんもこ,こにりゃんにちは。ちょっと都会が近づいてきました。おー。明るくなってる。ほんと。高速道路っぽいね。うん。制限速度が日本よりもだいぶ緩いはず。 チェルシー、フェリックスが退場になっちゃったらしいよ。そうね。ちなみにブライトンのスタジアムについてはさっきね、思いっきり振り返れましたので、気になった方はアーカイブでご覧ください。うーん。なんだろう。う同じ車がいっぱいですね。 ま、車、車で撮影してますからね。この辺は特に面白い景色はないですね。急げ。はいそう。フラムといえば、前ね、あの、西ロンドンの回では、ん、えっとね、クレーブンコテージ、フラムの、ホームのクレーブンコテージも見て回りました。フラムはですね、もともとね、 フラムの方がチェルシーよりも歴史があるクラブだったんだけど、フラムから分かれたのがチェルシーなんだっけだからね、フラムとチェルシーもね、ダービーマッチなんだよね。ウエストロンドンダービーかなうんと。だからエバートンがディバプールに強いのと同じで、フラムもチェルシーに強いのかもね。 フラム、ミトロベッチ、ヘディングモンスターのミトロベッチもいる。まずはおじにをポッターフラム今9位ぐらいだっけあ、なんかさ、暫定だけどさ、リバプールを順位で抜いてた気がする。暫定だけど、リバプールを順位で抜いたんだよね。やばいな。このままもし、次のブライトン戦、 リバプール負けちゃうと、ブライトンにも順位抜かされるし、フラムにも順位抜かされるし、やばいかもです。ブライトン戦、三笘を応援しつつも、リバプールを応援したいと思います。ほんと、ちょっと飛ばしていこう。ちょっと、巻きで、行きましょう。今回は、 南ロンドンに、というわけで、やってきたよ。この辺かなわあ一気に都会だ。通り過ぎてる気がする、マジで。クリスタルパレスのホーム。 名前だったかなヒースローなんちゃらみたいな名前だったはずクリスタルパレスホームタウンんとえっとほいそう今リーグ戦12セルハーストパークだそこまで一気に移動しちゃうね ブライトンの最大のライバルチーム。これだ。ここです。うんうんうん。リバプルカンファレンスリーグあるじゃん。うえー、うえー。あるかも。クリスタルパレス。ブライトンとクリスタルパレスは実はライバルなんだ。 でも結構ね、ダービーマッチというには距離が離れてますよね。まあ、なんか歴史的な側面があるらしい。距離の問題ではなく、どれ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 。じゃ、まずは外観から行きましょう。セルハーストパークはロンドンの住宅街の 脇にポツンと立ってる。こんなスタジアムだ。め、えー、さっきのところから北東にもうちょっとだった。で世界最古のサッカークラブって定義が難しいらしい。現存するクラブで世界で一番古いところはどこなんだろう。世界で一番古いサッカークラブはもう今残ってないみたい。 お、お、お、世界最古、現存する世界最古はシェフィールドかなほうほうほう、セインズベリー。アクリスタルパレスの選手が乗ってる。しかもこれ新しいぞ。今シーズンじゃん、このユニフォーム。今シーズンじゃん、このユニフォーム。この人見たことある。 2022年の8月。今シーズンのユニフォームだ。これおしゃれだよね。日本、クリスタルパレスも結構古い。この選手誰だったっけ冗談あゆじゃなくて。東京ベルティー、かばじさん、こんにちは。エゼ、エゼか。 ちょっと注目されてる。えぜ。で、こっちは誰ほんと、1857年、日本だと江戸時代の末期やね。このマクロンのユニフォームおしゃれだね。泥録場ではない。サウスロンドンプラウドって書いてある。 にゃるほど。しかし、ブライトンから一気に都会になりましたね。アネルカアネルカ若くないもん。アネルカにしては。んと。クリスタルパレス f c う。ちなみに、以前、西ロンドンと北ロンドンの会も、 やったので、ぜひアーカイブからご覧ください。うん。こんなスタジアムがあっとくしゃみ、ミュートにしまーす。し、しうん。はい、くしゃみ、出ました。えで、ぜ、そっかそっか。イタリア最高のクランブは、AC ミランダね、有名だね。 ほエフェ、ザハ。ちょ、あ、ジョルダン、アエウかなうん、そう。くさみ、くさみ、くさみが出ました、今。で、中を見てみましょう。くさみちゃんとミュートにしたよ。ちょ、ちょ、さんスーぱーちゃんとありがとう。 シャ助かる。ありがとう。今日を、ちっちちん、今日を、ありがとうございます。ここが、ありがとうございます。クリスタルパレスのスタジアムらしいんだけど、正直ドローンで撮った空撮でしょ、これ。ブレまくりで、ガビガビになってる。しかも、 新しいこれなんと2ヶ月前に撮られた映像です !2022 年の11月最新の映像だちょっとドローンで、ガビガビになってますが。ほんともうちょい中に入れないかな いい感じのところがあったよ。おおこんなところがありました。な、なんかカメラが斜めってる。こうか。それでも斜めってる。なるほどね。 やっぱクリスタルパレスといえば青と赤。これは2019年の写真。海外のスタジアム行ってみたい。日本でも、日本のスタジアムもっといろいろ行ってみたいな。うんうんうん。ピッチ。ね、目の前だもんね、もうこれ。すごいよね。イングランドこういうとこ多いよね。もうここと、ここピッチが目と鼻の先です。 イングランドは、こういう感じのスタジアムがめっちゃ多いです。とっとと、さっきのところかは、ここをね、こう、上がってたんだね。こう来てたんだね。はい、なるほどね。クリスタルパレスパーク。あれ、ここは昔のスタジアムとかなのかな ここは古いスタジアムとかなんでしょうかい、今は使ってないとかは、廃墟になってないなほ。い、今は使われてなさそうだね。おー、ただのトレーニングルームだった。 ロンドンの六、年間六割今日はね、曇り多いよね。ナージャでも言ってたからね。ロンドン、ドンより晴れたらパレット。ガルメン、メンよりパエリアスチェット。って言ってた。ナージャでもね。道草してる。あ、で、ここに、テムズ川があります。ば、いいじゃないねーって。 デムズ川。なるほどね。なるほどね。なるほど。あ、ここが有名なヒースロー空港だ。最後にちょっと行っとこうかな。な、なあじゃ女子アニメじゃん。なあじゃ女子、女子アニメだから、女子わかるよ。なほー へえー。そういえば、プリキュアもね、20周年になったんですよ。プリキュア。20周年。いや、今年のプリキュアは、どういうシリーズになっていくんでしょうか。ねえ。ナージャはやべえって、えむ、ー、昔の女子アニメ、ええー。 ちょ、ちょっと前かも。ちょっと前かな。ほんと、まあ、ヘッドホンのデータには余裕で記されてたわ。今年のプリキュアは広がるスカイプリキュアって言って、空がテーマっぽい。あれ、このスタジアムはんだっけあれここはきっといいとこだから。 上位クラブのとこに違いない。いや、スタンドの席がそうでもないから、そうでもない。うーん、見られないね。あ、あそこって BBC の建物だっけこないだ行ったね。あ、そうか、ブレントフォードのスタジアムだったかも、これ。こないだ来たとこだ。 いつの間にか戻ってきた。ブレントフォードの前のスタジアムがこっちで、今のやつがこっちか。これこないだ見ましたね。ブレントフォード。うん。昔ホームステイしたのブライトン。ええー、さイさんすごい。ほな。 ふんふんふん。うん。ほい。というところで、詳しくは以前のアーカイブを見てください。今回はブライトンから、ブライトンからね、このロンドンまでの道のりを楽しんでみました。 ブライトンおしゃれだな。もうちょっと見てみようかな。この地域なんだね。ま、この遊園地が有名らしいですね。うんうんうん。もうちょっと街並みを見てみようかしら。ザ・レベルってなんだこれ。はあ。あ、なんか、公園があるよ。 おっしゃれ。おっしゃれ。アクセルさん、こんにちは。おう。もう、もう4年後の話してる。アルゼンチンワールドカップ優勝おめでとう。ロイヤルパビリオン、そこじゃ最後行ってみようか。どれどれだこれ。博物館ね。 博物館どこまで入れるかちょっとわかんないですけど。あれ、真っ暗になっちゃった。あ、出てきた。おーなんか、インドを放出とさせるような。おーす。いやー。こんな素敵な建物があるんだ。インドのタージマハルみたらね。 へえー。いいね。おぉ。べ、別アングルからも、もう一つ。反対側からも見たいな。あこんなとこも。ほへーはええー。 公平。大英帝国。ロイヤルパビリオン。万博で使ったのかな摂政時代の有名な宮殿と博物館らしい。ブライトン博物館ってのもある。お、おー と、と、近すぎてよくわかんない。そ、こっちから見てみましょう。お、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 ほ、ど、どれが、それなのこれブライトンドーム、あ、なんか。 ゲチ、ゲチみたいなのあるのかなゲ、劇劇場チ的なのもあるみたいです。あ。視圧とマッサージのお店もある。ほえーほえーこんなのがあるんだね。あ、おしゃれ。このかっ、こっからの写真、いいね。うわー、ちょっと、車が。 背後霊みたいにな,なってるよ。怖い。へえー。ここは三笘さんも多分行ってるでしょう。うん、ねえ。そ、それでは、MICX。 MI6 はあっても秘密なんじゃない ?Google のカメラ載せてる車かなこれ。m i x はあってもおそらく一般人には見せてもらえないと思います。それでは本日はこの辺で、と思います。じゃあ今日はブライトンの辺りを散歩して楽しかったです。で、 この後23時から、ちょっとね、ゲーム、ゲーム作ってるところからいただいたゲームを、ツイッチの方で遊びたいと思いますので、ツイッチの方もよろしくお願いします。うんと、うんとえっと、んと、えと、ツイッチでいただいたゲームを、ツイッチでやっていいですかって言ったら、いいよ 言われたのでツイッチであります。ツイッチもよろしくね。二十三時から。うんと、えー、おつりであでした。おつりあ、えっと、T ローさんメンバーシップ加入ありがとう。また免願もやっていきたいと思います。 月の半ばだからそそろそろやります今日は南ロンドンとさらにその南のブライトンからお送りしましたんとえっとチャツチャスさんもスーパーチャットありがとうございましたありがとういやんこ今回の今月の名言は えっと、配信用の小さなスタジアムを作るっていうのをやっていきたい。イギリス行きたいですね、ほんと。今日さんもアクションくしゃみした時のスパチャットありがとうございました。それでは皆さん。えっと、メコンさん、カキレンさん、ヤジェンさん、ユウチさん、ヤンハーベストラーテさん、宇宙人さん、ハンテラさん、中川さん、風ズさん、星さ,さん、ラジオ画家さん、 まるさん。あ、ちょっとね、最後にもう一つ告知があります。YSO さん、ヨシオさん、あっチち,ちゃん、キングカツヨシさん、ジョーさん、桃のノさん、ジュンさん、カキレンさん。ありがとうございました。最後にもう一個告知があります。あの、来月、来週の水曜日に、100時間カレーっていうのの PR をさせていただくことになりました。なので、 こちら、よろしくお願いします。来週ね。来週、ちょっと美味しそう。プロブレムリザルトさんもジョーさんもお釣りあれした。お釣りあれした。来週。来週、来週。で、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  ででで,でででででちょっと待ってレイド機能を使ってみようかなとととととレイド機能ってどうやって使うんだろうなはーちょっと待って待ってふん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 これからあこれだ んっと。な、なんかね、他のお友達がね、ちょうどね、100時間カレーの PR をやってるらしいので、はい。んっとね、ちょっとね、行ってみようかな。 と飛べなかったはいはいよしじゃあちょっと移動してみましょう激辛カ,カレーちょっとなんかお友達のかニこさんがはいちょうど100時間カレーの PR をしてるらしいのでちょっと行ってみましょうこちら それでは、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。おつりリれれ,れありがとうございました。ちょうさんもお疲れ様でした。カレーのね、PR を、ミリアム、水曜日にあります。 ありがとうございました。100時間カレーを、違う、100時間煮込んだカレーってことです。ありがとうございました。それじゃまたね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 ー。またね今日はフライトンのエッジが学べて楽しかったです。おちカレー、おちカレー、おちカレー。来週はカレーを食べるよ。 またねよろしくとりあえずカニコちゃんのところ予習しようあれあれあれリンクが間違ってた可能性あるとはいちょっと待ってリンク貼り直そう。 も明日ありますのでよろしくですまたねバイバイいろいろある週末予定表を貼り出しておきます